兵庫県佐用町のホルモンうどんホルモン焼きうどんは、兵庫県佐用町及び岡山県三正か地方中東部の名物料理である。最近では、佐用町及び津山市がそれぞれご当地グルメとして売り出し、町の活性化を試みている。ホルモンうどんとも呼ばれる津山市のホルモン焼きうどんは、2011年の B-1 グランプリでシルバーグランプリを獲得している。 調理風景鉄板焼きの焼きうどんの一種で、具材にホルモンを多く使用し、タレをかけて焼く。また、店によってはタレにつけて食べるところがあったりと、ホルモン焼きうどんの食べ方は店によって様々である。一般の生肉を使ったものとは違い、ホルモンの旨味が染み出すため独特のコクが生まれる。津山市内の鉄板焼きの店では、ほとんどの店が、ホルモン焼きうどんを提供している。味噌味。 ソース味、たくさんの野菜と合わせたものなど店によってバラエティに富んでいる。岡山県北部は古くから畜産業が盛んであり、農耕用に利用されていた和牛の改良を行い、作州牛肉と呼ばれる優れた和牛血闘を創出してきた。津山市には食肉処理センターがあるため、新鮮なホルモンの入手が容易であったことから、市内の飲食店では多くの ホルモン料理を提供している。発祥の地は限定できないが、兵庫県西洋町から岡山県北部にかけての地域は、出雲街道沿いにあって、県境をまたいだ古くからの文化、経済的なつながりが強く、これらの地域一体で、畜産業、生肉業が盛んであったことから、自然発生的に生まれた郷土料理であるとされている。 兵庫県佐用町には1951年創業でホルモン焼きうどんを提供している店もある。また、佐用町のホルモン焼きうどんは醤油ベースのニンニク風味や味噌ダレなどの特製タレで食べるのが特徴となっている。佐用町では佐用町商工会青年部が中心となってホルモン焼きうどんの案内マップを作成、配布しているホルモンうどんを町おこしの起爆剤にするため、 作用長が作用ホルモンうどん食わせたい。津山市が津山ホルモンうどん研究会という振興団体を結成し、普及活動に努めている。両団体ともかつては B-1 グランプリの主催団体である IB リーグの正会員で、津山ホルモンうどん研究会は2011年の姫路大会で第2位に入賞した。一方、 作用ホルモンうどん食わせたいは B-1 グランプリの審査要件となる2万食以上の提供が困難であるとして B-1 グランプリへの参加を見送り、後に IB リーグを大会した。ありがとうございます。